はい、どうも、ヒョードルです。名探偵ピカチュウ実況プレイ続きをやっていきたいと思います。ティム、ファインパークって言ったかな、遊園地の調査にやってまいりました。ピカチュウが呼んでます。おい、ティム、ここへ来た目的はわかるな？もちろん、1年前の事故について調べるためだよね。あ、パレード中にポケモンたちが突然暴れ出したって話だ。警察は事故として扱ったらしいが、ハリーは何かあると睨んでたようだ。うん、父さんはもともとポケモンの事件を調べてたんだよね。ここで起きた事故もポケモンの事件と関係あるのかな。そうだな。事故について調べればそれも明らかになるはずだ。事故が起きた時の状況をポケモンたちに聞いてみよう。うん、僕たちにしかできない調査だね。イエーイ。さっきはありがとな。おかげでここの奴らから話が聞けるぜ。あいつらを傷つけないでくれ。どういうことだ。そうか、人を警戒してるのか。なんか迫害されたんだろうね。ポケモンが暴れ出したってことで、こうなんかポケモンに結構非難も矛先が向いたんじゃないかな。ああ、事故の後ここの奴らはみんなどこかへ連れてかれちまったんだとよ。こいつやさっきのポケモンたちは捕まらないように逃げてここでの暮らしを続けてるそうだ。それで見つからないようにしてたのか。こいつも事件の真相が知りたいってさ。それで協力してくれたみたいだ。なるほどね。パレード中に何が起きたのか、その時の様子を教えてくれよ。他のやつに聞いてくれって。お前は参加してなかったのか。そうか、別の遊園地のショーに出てたのか。戻ったらリザードンが倒れてた。俺がいればなんとかできたかもしれないのにって。もう気にするなよ、過ぎたことだ。まあね、しょうがないよな。警戒心が強いんだな。これじゃ話が聞けないぞ。なんとかゆっくりでも信用してもらえないかな。全然話聞いてくれない感じ。おい、あらぬところからゴミがはみ出てるぞ。戻してやるからじっとしてろ。ああ、気にすんな。お前もここで暮らしてるのか。そうか、ゴミを探しに来て最近ここに住み始めたのか。じゃああんまり事故のことは知らないのかな。そうだよな。最近住み始めたんじゃ事故のことは知らないよな。すごかったらしいって。そうか、ここの奴らが話してるのを聞いたのか。うるさいな。耳がヒリヒリする。すごい声だね。事故のことを調べてるんだ。お前もパレードに参加してたのか。近くにいたって。思い出させるようで悪いが、何が起きたのか聞かせてくれないか。ん？リザードンが突然暴れ出した。それまで楽しそうにしてたのに。そうか、それでみんな驚いて逃げたり騒いだり、遊園地中が大混乱になったんだな。暴れてる時はいつものリザードンと様子が違ってた。リザードンに話を聞きたいな。どこにいるかわかるか。連れてかれたんじゃない。そうか、人間に連れてかれちまったのか。PCL でもね、なんだっけ、名前忘れちゃったけど、なんか木のポケモンが暴れ出しましたよね。バリケードがあるけどこの先は進めそうだよ。あー、だが待て、まだこの辺りで調べることがある。さっき闇カラスが手前をこう飛んでいきましたけど、あ、いたいた。話しかけらんないの。お、これは飾りだったのかな。あ、看板だったみたいだ。落っこちてそのままになってるんだな。コーヒーカップ。もう廃墟になっちゃってるんだね。お、茶袋。同じやつか、お前。これポケモンのご飯かな。新しいものみたいだけど。うむ、ここのポケモンたちを気にかけてるやつがいるのかもしれないな。おお。あ、こっちもある。こんにちは、ドーブルだ。ドーブル。落書きアーティスト。ドーブル。なんかしょんぼりしてますね。ずいぶんと暗い顔だな。事故のことを気にしてるのか。話を聞かせてくれないか。力になれるかもしれないんだ。ダメか。俺の声が耳に入ってないみたいだ。
すごい落ち込みようだぞ。あ、リザードンちゃん、あれ。これをドーブルが描いたのかな。せっかくの絵がボロボロだよ。これも事故で。わからんが、暴れたポケモンたちが壊した可能性はあるな。闇カラス。闇。お話を聞かせてちょうだい。あ、こいつも不機嫌そうだな。まあ話を聞いてみるか。これだいぶ前に公園で闇カラスにピカチュウ襲われましたね。襲われたっつうか、まあ巣を荒らそうとしたように見えたというか、まあ巣にちょっかい出したからなんだけど。空からパレードを見た覚えはあるが何も覚えてないってよ。ちょっと騒がしいと思ったくらいで、こいつにとってはいつも通りの一日だったらしい。そんな、いつも通りって。この頃は別のところに住んでたし、遊園地は騒がしいもんだと思ってたんだってよ。僕たちとは感覚が違うんだね。まあ大して気にしてなかったってことかな。あら、あ、さっきなんかクマっぽい子いたのに。見ろよ、ベンチがめちゃくちゃだ。おまけに街灯も曲がってる。こんな風になるなんて、ひどい暴れようだったみたいだね。あ、どうやらこの辺りは特に荒れてるな。おそらくここを中心にしてポケモンが暴れたんだ。ガスボンベ。ああ、なるほどね。おい！なになに？証言を整理。パレード中にポケモンたちが暴れ出したって聞いたけど、そのきっかけはリザードンだったんだ。あ、リザードンが最初に暴れ始めたらしいな。リザードンに何があったんだろう。ポケモンが突然に暴れ出すってこれまでの事件でもあったよね。ああ、人もし洞窟の鬼氷や PCL のオーロットだな。うん、洞窟も PCL も父さんの手がかりを元に行った場所だし、このファインパークも父さんが調べてたってことは。ああ、つながりがありそうだ。つまり、リザードンが暴れた原因もあれかもしれないぞ。R を与えられたってことだよね。事件の日のリザードン。まずは遊園地にいるポケモンたちに話を聞こう。リザードンの様子はどうだったのってちょっと具体的に聞いてみる感じ。聞かせて。あの子と話しかけらんないね。おい、テム、そんな風に追いかけても怖がらせちまうだけだぞ。こんなつもりはなかったんだけど、どうすればいいかな。俺たちがここの奴らにジェントルに振る舞っていれば、いずれ信用してくれるさ。随分とのんびりした作戦だけど、そうかもね。先に他のポケモンの話を聞こう。大丈夫そうって思ってもらわないとね、しょうがないね。リザードン。いつも元気で気のいいやつなのに、あの日暴れた後のリザードンはすっかり様子が違って、見たことないほどぐったりしてたって。暴れすぎて疲れたってこと。そうかもしれんが、そんなになるまで暴れる理由は何だ。やはり怪しいな。ひどく疲れていた。ファインパークについて。フーディンは技を使ったショーでみんなを楽しませていたらしい。例えばさっき逆さまに浮いてたね。超能力が使えるんだってよ。見応えのあるショーだったんだろうな。リザードン。あの日のパレードでは主役を任されて張り切ってたそうだ。責任感の強いやつで人間からも信頼されてたってよ。こんな子が暴れるなんて、やっぱり何かおかしいよね。そうか、お前はアナウンスを手伝ってたのか。声がよく通りそうだもんね。そうか、心を込めて叫んでたんだな。あいつみたいになりたくて。なんだそのあいつってのは。観覧車の方に大砲係のドゴームがいるそうだ。大砲係。ああ、そう言ってるぞ。いつか俺も任されたいとか、よくわからんな。なんかこう、音で吹っ飛ばす？音を出すのが仕事みたいな。あ、出てきてくれた？そんなことない。闇カラスちゃん。事故の前日、リザードンと喧嘩したって。何があったんだ。客がキラキラしたものをつけてたから取ろうとしたら怒られたって。これは怒ったじゃなくて叱っただろう。
真面目やな、リザードン。自分を追い払おうとする人間がいなくて気が楽？ここの奴らはなんでこんなに湿っぽいのかって？そりゃ人間に責められて仲間もいなくなって。空いてていいじゃないかって、空いてていいじゃないかって？ここの奴らに同情はないのか？思うところはポケモンそれぞれだな。闇カラスはだいぶこうドライというかこう、気ままに生きてらっしゃいますね。声届かないかなぁ。あーすまんすまん、落ち込ませるつもりはなかったんだ。やっぱり事故のことが気になってるのかな。結構トラウマになってるのかもしれないですね。お前もこの遊園地で何かを担当してたのか？ん？壁の絵に色を塗ってた。もしかしてこの壁の絵？ボロボロになってるけど事故の時に壊れたのかな。わあ、泣いてるの？壁画が壊れたことがよっぽどショックだったんだろうな。どうにか元気づけてやれないもんか。このままじゃドーブルから話を聞けそうもないな。壁画を直してあげたら少しは元気か。なるほど。ちょっとやるか。これなんかパズルゲームの予感がする。これ直すの大変だよ。この壁画を直せばいいんだな。散らばっている破片をはめてみようぜ。顔でしょ。ポポッコ、羽根っこ、こっちもポポッコ。これなんだっけ。なんかちょっと前の御三家、ちょっと前かな、ちょっとわかんない。ルビー、エメラルド、よし、ルビー、サファイア以降は俺もう最近のポケモンだから。ドーブル見ろよ、壁画が治ったぜ。ああ驚いたか、礼なんていいって。すっかり元気になったようだな。それだけこの絵が大事だったのか。みんながいるから。そうか、これは事故の前のファインパークの様子なんだな。それで見かけないポケモンがいたのかな。あ、描かれてるポケモンについて詳しく教えてくれないか、リザードン。わかったわかった、落ち着いてくれよ。こいつがリザードンだそうだ。こんな風にいつも仲間に囲まれてかっこよく空を飛んでたんだってよ。ニャッピー、いたずら者だがリザードンには懐いていたらしい。今も遊園地に残ってやつの帰りを待ってるってよ。あー、もうなんか中堅ハチ公みたい。ポポッコ、ここにいると賑やかだった頃を思い出して寂しくなるからってどこかへ行っちまったらしい。なるほどね。羽根っこだ。事件の時に風に飛ばされてどこかへ行っちまったらしい。春風が吹く頃になったら戻ってくるってさ。もうなんかね、風に乗るんだよね、こいつはね。この花みたいな子はポポッコだよね。こいつは事件が起きてからすっかりしおれた様子になってそのうちどっかへ行っちまったそうだ。永遠になる前はもっといろんなポケモンがいたんだね。描かれてた子たちみんなに話を聞けたらいいんだけど。だが一匹だけ話を聞けそうなやつがいたな。リザードンのこともよく知ってそうだった。どいつだかわかるな。ニャッピーでしょ。もう奥のエリアにいるのかな。ニャピーがいそうな場所に気づいたら俺に声をかけてくれ。声のかけ方はわかるよな。俺のサインに気づいた時と同じだ。右下のピカピカをこうタップですね。いない。ベンチのあたりとかは違う。いそういそう。いない。この辺、この中。ヤッピーちゃん、あ、いた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 。いたずらボーイ、ニャッピー。ニャッピーじゃなくてニャビーか。
このムチっぷりが露呈してるわ。東京を逆立てるなよ。怪しいもんじゃないんだ。俺たち事件について知りたくてここへ来たんだ。人間を連れてるやつなんて信用できないって？参ったな。ねえニャビー、僕を信じられなくても仕方ないけど、リザードンが暴れた理由を知りたくはない？ああ、こいつはティムって言ってな。俺たちはあの日何が起きたのかを調べてるんだ。頼むから話を聞かせてくれよ。パレードにはお前も参加してたのか？うむ、パレードには出なかったか、事故は見たのか。広場から大きな音がして慌てて駆けつけたらリザードンが大暴れしてたと。リザードンの様子に妙なことはなかったか？パレードの前のことでも後のことでも思い当たることを教えてくれ。何？リザードンは暴れたことを覚えてなかったって？それは確かに気になるね。これまでの事件と似てるよ。もう完全に R でしょこれ。大好きな場所だったのか。仲間もいっぱいいて人間とも楽しくやってたんだな。そうか、ショーの時間にはリザードンと一緒に炎の技を披露して息もぴったりだったんだな。ん？おいおい、それは勘違いだぞ。大丈夫だ。リザードンが暴れたのはお前たちを嫌いになったからじゃない。そんな風に気にしてたなんて。ここのポケモンたちのためにも早く事件の謎を解かなきゃね。そろそろこの子。あ、やった。おい、ティム、話を聞かせてくれそうだぞ。よかった、さっきは驚かせてごめんね。ああ、やっと信用してくれたのか。もちろんだ、俺たちはお前を捕まえたりなんかしないぞ。誤解が解けてよかったよ。お前もパレードに参加してたのか。どんな様子だったんだ？そうか、パレードはこの広場で行われたのか。そして、いつものようにたくさんの人間が見に来てたんだな。いつも通りだったんだね。ん？その時何かがピカピカしてた？カメラのフラッシュか？確かにフラッシュは驚くよね。でもいつものことならそれでいきなり暴れ出すかな。フラッシュがなんかトリガーなのかな。そういえば、なんだっけ、オーロックもう、なんか取材で写真撮ったりしてたような気もしないでもないが、あれはビデオ回してたのかな。リザードンが暴れ出した時の様子を教えてくれないか。リザードンじゃないみたいだったって？目の色もいつもと違ってた。何色だったんだ？赤でしょ。赤かったか。これは気になる証言だな。赤い目。オーロックはまあ元から赤かったけどね。なんか赤く光ってはいましたね。ファインパークについては？そうか、たくさんいた仲間がいなくなっちまって寂しいか。事件が起きてここはすっかり変わっちゃったんだね。かわいそうにな。おい、ティム！ティム！情報が集まってきたな。推理メモを開いて考えてみようぜ。この問題は解決済みだな。あ、間違えた。こっちこっち。リザードンが暴れた原因が R ならそれらしい特徴があるはずだ。聞き込みの結果をまとめるぞ。今まで見てきた R の特徴を思い出そう。ね、暴れた時のことを覚えていなかった。暴れた後疲れ切っていた。あれだ、それでいいか。そうだ、それらは R によって凶暴化したポケモンたちの特徴と同じだ。リザードンが R の影響を受けていたことは間違いない。やはり R が絡んでいたようだな。きっと父さんもそれに気づいてここを調べてたんだ。わ、どうしたフーディン。事件の原因が分かったのかって？ああ、リザードンが暴れたのはあいつの意思じゃない。そうなるように誰かが仕組んだんだ。なんて言ってるのかな。人間を嫌いにならないでくれるといいけど。
そんなことだろうと思った？あいつもそれを調べに来てたんだろうって？あ、ハリーですね、これ。おそらくハリーだな。ピカチュウを連れた男が数ヶ月前にここへ来たらしいぞ。詳しく話を聞こうぜ。なるほど。ハリーについて。ん？よく見たらお前はあの時のピカチュウじゃないかって？やっぱり父さんはここへ来てたんだね。ああ、あいにく俺は何も覚えてねえけどな。なあ、フーディン。お前が見かけた時、俺と俺のパートナーはどんな様子だったんだ？かなり焦ってるように見えたって？一体ハリーに何があったんだ？父さんを見たポケモンが他にもいないか。どう？パインパークを荒らしに来た人間ならいたって？お、荒らしに来た。気になる証言。リザードン連れてった。あ、なるほどね。事件後すぐの話ですかね。見覚えはない。あ、ん？まるでぬいぐるみだな。デパートの屋上にありそう。見た目と違うぞ。見覚えがない。お前のパートナーについてならお前の方が詳しいだろうって。そうなんだけどね。仕方ないよ、他のポケモンにも聞いてみよう。闇カラスいないかな。あ、いた。どっか止まる気味。闇、数ヶ月前に俺を連れたやつを見てないか？覚えてない？キラキラしたものしか目に入らないって？なんとも嘆かわしいな。俺の輝きがわからないとは。ピカチュウ、それはいいから他のポケモンに聞いてみよう。ドライ。ティム君ドライだな。常にパチパチ放電してればいいんじゃない？ターボ！だいぶ前の話になるが、俺を連れた人間が来なかったか？ここにいる赤い服のやつかって？いや、それは今日のことだろう。もっと前のことだ。見てないならいいんだ。どうやら父さんが来た時のことはわからないみたいだね。壁もやっぱり事故で壊れたんですね。弾みで壁が壊れるってよっぽど。怯えて訳がわからなくなってる様子だったってよ。一応他の話も聞いとくか。パレードが始まる前にリザードに声をかけたが、いつも通りだったそうだ、壁の色塗りの他にも何か担当してたのか？尻尾でマークを書いてたって？鮮やかな尻尾さばきが大人気？ライブペインティングや。大体聞いたかな？まだいたっけ？あれ？そうか！火炎放射！電気がダメなら炎。そう思ったんだが。ピカチュウのくせには雷出せないんだね。あ、そうだ、ヤブクロンにまだ話聞いてない。ヤブクロン、ヤブクロン、いない。どっか行った。あれ、あ、いたいたいた。事故の時のことはわからないが、名前はたまに聞く。面倒見のいいやつだったらしいって。ええやつやね。ここでの暮らし、毎日が宝探し。ゴミがいっぱいあるからかな。何？俺を連れてたやつを見たって？詳しく聞かせてくれ。ミミロルに何かを渡してたって？ミミロルってポケモンだよね。まだファインパークにいるのかな。そうか、奥の観覧車のところにいるのか。今早速行くぞ。ミミロルっ
俺初めて聞きましたね。結構重そう。この先にミミロルがいるんだね。しかし雨が強くなってきたな。これ以上降らないといいけど。マジかよ。急ぐぞティム。なんか大きいし飛来心になってる感じなのかな。はい。傷跡？やっぱ暴れた後なのかな。リザードンが暴れたのは広場のはず。なぜこんなところに。その後捕まえようとしてとかそういう感じかな。これあれがミミロルか。違う、レザード。初めて見た。随分慌ててるね。何があったんだろう。何、ミミロルが危ない。ゴンドラの中だって遊んでたのかな。ミミ取り残されちまったのか。こりゃまずいな。早く助けなきゃ。なんだってこんな錆びついた観覧車に乗ってるんだ。街を眺めるため。そうか、イリザードンがいなくなってから毎日お前はミミロルに頼まれて観覧車を動かしてやってるのか。ああ、電気出せるからってことかな。ああ、おそらくリザードンの帰りを待ってるんだろう。いやあ、けなげやね。そうか、お前は電気を作る係だったんだな。電気は人間が作った装置で観覧車に流してだって。こんな風に観覧車が止まっちまったのは初めて。あっちにある装置が壊れたのかもしれないか。それでパニックになっちゃったんだね。装置って配電盤のこと？雷で壊れたのかな？他の原因も考えられるぞ。長いこと手入れされてない遊具だ。とにかく調べてみよう。配電盤どこや？これ大砲係のドゴームじゃない？声でこの大砲を打ち上げるのが、お、すごいね。声で打ち上げるんだ。さすが。ミミロルがどうかしたのかって？観覧車に取り残されちまったんだ。ふふ。ちょっとうるさいけど、いい子ですね。この大砲で花火を打ち上げてたのか。お前の大声にはいろんなものを吹き飛ばせる力があるんだな。なるほど。パレードの手伝いで広場のドゴームと組むこともあったらしいぞ。自分の声がいい声だが、あいつもなかなかだってさ。これか、配電盤。あ、これで電気を供給してるんだな。特には壊れてる様子もないぞ。あら。OK、じゃあちょっと、ひたすら聞き込みで終わってしまいましたけれども、引き続きね、というかミミロルをとりあえず助けて、さらにねこのファインパークでの事故について調査を進めていきたいと思います。それでは今回この辺でどうもありがとうございました。